緊急事態宣言が今日から二十日まで延長されました。はい、ということで、ここからは湯崎知事に県の対策そして今後の見通しなどを伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。えまずは今日の新規感染者数見ていただきます。こちらですね。えー、今日は五十一人となっています。えー、死亡された方が三人ということで、五十一人ですから。えー、これで三日連続百人を下回ると。 各自治体別に見ていきますと広島市が31人、えー、亡くなった方が2人いるという今日の発表です。はい 今後の予測とありますけれどもこれは対策の効果ありなしをです、ね、想定して、まあ、県が出した予測なんですが、えー、このように、えー、5月の16日緊急事態宣言が出たでその後、まあと赤のグラフの方対策の効果がなければ 6月の上旬あたりには1590人と感染拡大していたところ知事、このようにです、ね、青いグラフ現状としては昨日65人ということで県の予測を下回る状況になってきています。どう受け止めてますか。 このおお人流半分とかですね。あるいはお店休業していただいているまあ、その効果が現れ始めているなというふうには思います。うんはい、まあただこれ気をつけなければいけないのは、さっきもちょっとですね。<っ>あの話題になってたんですけどもこう減ったのでこうすごくこう。 低くなっているような気がするんですけど、うん、これは慣れでまだまだですね。感染状況としては、1日65人とか50人っていうのは多いですし、はい、あの全体としてはまだ危機的な状況を出しているとは言えない状況です。うん、まあですから、これをもっとこうしっかりとですね。こう下げていくということが重要で、はい、そのためには当分。 まだこの対策を続けていく必要があります、うん、ますだ緩んではいけないということですね,ですねあの、まあ、効果は表れているんですけれども改めてやはりあの延長の理由というのはそういったところですかそうですね今あの解除してしまうと、うん、かなりまた大きく伸びていくと思いますので、うん、これをしっかりとですねこうリバいわゆるリバウンドしないようなレベルまで抑えていくということは非常に大事だと思います。うん ではそこで人での推移を見ていきますこちらです県内の15エリアで調べたところ、まあ、注目すべきはやはり土日の人数なんですけれども、えー、ここは29日30日なんですが、まあ、6割以上減という現状ですただやはり平日に関しましては、えー、半分以下にはなってないということなんですが知事このあたり平日の対策というところで関してまして言いますと。 やはり難しいところありますかね。そうですね。強制的にこうあの出ないようにするってことはできないので、はい、あくまでも皆さんのこの行動に寄、まあうん、ってしまうんですね。まあ県民の皆さんお一人お一人がですね、はい、この自分にできることを考えていただいて。うん でみんなで取り組んでいくということが非常に重要だと思います。まあそのためにはやはり事業所としてもリモートワークを進めるとか、はい、そうです。そういった呼びかけ対策というのが必要になってきま、ね、そうですね。それでこれやはりあの先週の月曜日と比べてもちょっとその減り方が、はい、まあ落ちているんですね。はい。で、あの本通りなんかも今週ちょっと、うん。 まあ今週というかここ1週間ぐらいですねえ減り方が弱くなっているんですけどもやはり感染者数が減ってきたのを見てちょっと安心されているんじゃないかと思うんですよ、ただ繰り返しになりますけどそれはあくまでも慣れなので本当はまだまだ厳しいですからしっかりとあの外出削減はですすねお願いいいしたいと思いま,すはいまあ,あくまで数字に左右されてはいけないということです。 で緊急事態宣言の延長ということに今日からなります20日までですで。延長に当たりまして要請内容というのは、まあ、ほぼ継続な部分が多いんですけれども、えー、ここですね2つほど注目していただきたいところ。PCR 受験による協力金の 増額要件を廃止そして、えー、大規模施設1万平方メートルを超えるところなんですが生活必需品を含む1万平方メートル以内なら、まあ、土日の営業を可能にとあります。これ知事変更した理由というのは そうですね、あのまず休業というか PCR 受験の条件要件の方は、はい、これはあのもともとこのエリアで現にこう感染者が発生していたので、うんまあ、そこを起点にまた拡大しないように、はい、あの検査を受けてもらうということだったんですが、うん、まあ実際にもうこれ休業されているので、はい、もうその心配は今なくなった、まあ、目的は達したということですね。なる あとあのお店の営業のほうですけどもこれもあの1万平米以上というかまあ大きな施設に土日に市場に人が集まるというのがありましたので,であのこうさせていただいているんですがまあ1万以下は営業ができているしまあ1万だとそこまでの集客力がないということでまあそこの基準に合わせさせていただいたということですまあいわゆるこの大規模施設まあデパートとか百貨店辺りを指してえ言うと密じゃないじゃないかっていうんですけれどもやはり人流 이어! そこは抑えるというこでそうですね。ここで発生してるとかあの密だとかっていうことではなくて、はい、そのために人が出かけてくるということ、はい、これをまあ抑えていくというのが大きな目的ですね。うんまああの今回の延長もやむなしという声もあるんですけれども、やはりもう店が立ち行かなくなるというね、うんえー、気持ちも皆さんにもあると思いますし、はい、厳しいこの要請が続くことにですねどう理解を求めていかれますか。そうですね。やはりお店にまた人が戻るためには何よりもまず感染状況が改善するということが。 必要ですね、うんえー。日常生活を戻す、あの、取り戻すということが大事なので。そのためには、今我慢をして、はい、まあ、あの、外出をしない。はい、で、飲食、飲食もやはり、あのー。 感染の,あの場になっていることが多かったので、はい、それを抑える、まあ、それができればですね早ければしっかりやればやるほど早くまた元に戻ることができるということで、うん、今はなんとかご協力をお願いしたいというふうに思います、はい、では、昨日時点での県内の感染状況を見ていただきます。こちらでです、えー、やははりり新規感染者数であたり療養者数数た療養に関してはステージ4の というところ一方でまあ病床のひっ迫具合というところは、えー、広島県は全体の44.3%になっているということなんですが。 まあ、あの感染力が強い変異株に、まあ、感染している人、する人が増えてきている状況です、えー。日曜日の知事会では、インド株の封じ込めに向け、対策強化を国に要求しました。知事具体的には、まあ、どんな対策が必要と考えておられますか。そうですね。まず、やはり水際でしっかり止めるということが大事なので。うん、検疫の体制の強化ですね。はい、それから、あの、今、インド株も、あの。 まあ一旦入ってきた場合にです、ねはい、通常の,あのコロナと同じ対応になっているんですけれども、うん、もう少し厳しくてもいいんじゃないかなと、うん、例えば退院基準とかですねあ、うん、それもあの厳しくてもいいんじゃないかなと思ってます一つは退院の基準を厳しくする、はい、ということですね。はい、はいはい 今日はですね、ラインで知事への質問募集しております。たくさんお寄せいただき、ありがとうございました。はい、時間の限りご紹介していきたいですけれども。ワクチンについての質問が多くありました。えー、まずはこちらです。はい。 広島県、特に広島市は全国に比べてワクチン接種率が低いと思うんですが、うん、今後の大規模集団接種の予定や接種を迅速に行うための対策などがあれば教えてほしいいででですすすととううことですそうですね、まずあの高齢者の,、はい、あのワクチン接種を進めたいと思いますのでこれはあの、えー、明日、広島市も、ね、また具体策を発表されますし福山の方ではあの県も大規模お接種会場を設定 で実際小,小さい市長ではですねだんだんあのかなり早く進んでますから、はい、ま,あまずそれを終わらせて、うん、それからその次に一般の接種これはまだワクチンの,あの配布スケジュールが決まってないので、うん、まあそれもしっかりと国に出してもらって、うん、で今の体制もしっかり維持しながらですね、うん、あの接種を どどんどん進めていいくとととうことが必要だ思あの大規模接種会場についてですね,、うん、ですね大規模接種を増やしてください県立体育館や大学やサンプラザとかいろいろあると思いますということで具体的な場所をね、うん、出してらっしゃる方もいらっしゃいますが、うんはい、そうですね、うん、実際明日広島市が発表されるということになってますのでそこではそういった大規模会場も含まれてきます。広島市で言うとやはり グリーンアリーナであったりとか、まあ、県立体育館であったりとかその辺りがあ候補にはなっていきますかね、具体的には明日、広島市から。明日広島市が市長が発表されるというふうに聞いてますのでそれをわれわれは待つということにしたいと思います。期待されるそのワクチン、えー、接種なんですけれども、まあ、7月末ですね、えー、高齢者接種を完了すると。 この見通しについてなんですが、まあ、当初10月初旬ということでしたかなりこの前倒しというのは現状でいくと可能になってきそうな、はい、それはまさに明日広島市が発表される、はい、その7月末までにというのだけ発表されていましたけれども、はい、そのための具体策は明日発表されるというふうに伺っています県としてもそこは協力をしているということでですね。はいはい さあ、そして、こんな切実なメッセージも来ています。飲食店をしています。明日六月二日から支援金の受付が始まりますが、前回はかなり遅れていました。うん、この一月から三月までの給付金も、毎月の補填でもうありません。六月中の支給を望みます。閉店に追い込まれた後の支給では、意味がないです。という、ちょっと悲鳴にも似たメッセージなんですけども。 まあこれはもうあの我々も,もうとにかく頑張ってあのもうすごい今体制を組んでですねあの早期に支給ができるように頑張ってます。ただ今回ですねこの売上ごとに この支給額も違ったりしてですね、えー。そういう意味ではちょっとですね、うん。さらに事務手続きがかかるんですよね、うん。で、まあ、前回よりもかなり強化はしてるんですけども、はい、どうしてもそういう側面もあるということは、ご理解いただければと思います、うん。そうですね。あのー、私もこの放送前に飲食店の方に電話をしました。えー、協力金、本当にありがたいですという話の一方で。まあ、今回のその協力金の申請にあたって、まあ、非常にその申請の手続きが。えー、以前よりも。 かななりまあ面倒になってると書類であったり写真であったりまあそのいろんなまあ犯罪につながることもあるので慎重になっているところは分かるんですけれどもやはりあの早く支給してほしいという声がありましたのでそれはお伝えしていきます続いてこちらです。 高校だけではなく小中学校もオンライン授業になりませんかオンラインと登校が選択できるような制度に変更できませんかということで今回分散登校は解消するということなんですがそその理由はそうですねあの、まあ、小中学校のオンラインというのはこれは我々も検討したんですけどもやはり現実としてまだそ,のそれこそ小学校1年生とか5年生、6年生でもですね1人で家で。 このオンラインでやるっていうのはなかなかハードルが高いなと、うん、そこまでちょっとまだ準備ができてない社会的にもですね、はい、そういう状況ですね、うん。で、今回はまあオンライン授業を解消したのはやはりまあ高校生でも。 基本はみんなで集まって勉強する方が子どもたちの学びにとってはいいと、うん、であの非常にこう感染者が伸びている時だったので、うん、ここでクラスターが起きると、もう危機的状況に本当に陥るので、はい、まあそれを防止するために、あのいわば緊急避難的に、うん、まあオンラインに移行したので、うん、まあ今、ちょっと減ってきましたから、はい、まあ元に戻すということをさ子どもたちというのは非常に感受性が高いだけにこうなかなか大人ほどこうすぐに切り替えっていうのも難しいと思うんですよね。<laughs> そうですね、大人の仕事以上にです、ね、ずっとこの画面を見て1日5時間も6時間も勉強するというのはこれは相当な集中力がいわれわれでもなかなかひひ言うような大変な状況があるんですけれどもそして最後の。 はい、はいはい、メッセージですねいいですかもう一つ、はい、え新規感染者が何人かが何日続いたら解除を検討するとか病床率が何パーセントまで下がってとか目安のようなものありますかと、うん、いうことであの一つの目安はですねまあ緊急事態宣言っていうのはステージ4と言われてますから、はい、あの新規の感染者が人口10万人あたり一週間25人っていうところが一つの基準ですはい、はい、ただそこで解除してしまうとそのおそらくまた 増えるるだろううとということはあるので、えーまあ、段階的にです、ね、少しずつあの緩めていくということも含めてそこはちょっと微調整というか、まあ、緊急事態じゃないかもしれませんけども対策は継続をしていくということは必要で、まあ、最終的には県の警戒基準というのが、はい、あの 10, 10万人当たり4人というところなので。 そこまで安定的に落とし込んでいくことは必要だとそれまで対策は何らかは必要だと思います、うん、まあここまで長引いているとやはり県民としてもゴールであったり目安というのが欲しくなるというところで現状を把握しながらやはり一人一人が対策をしっかり行っていくということが重要ですですは改めて自粛している県民への知事呼びかけをお願いいたします。 はいあの今感染状況が少しまあ減ってきててですね、はい、まあ安心をされてしまってるかもしれませんけれどもまだまだ危機的な状況です、えー、みんなの健康をあなたが守るあなたの健康をみんなが守るということで一人一人が外出の削減取り組んでいただきたいと思います、はい、ここそして自治体の対策そしてワクチン接種の広がりを期待したいと思いますえ今日はお忙しい中湯崎知事にお越しいただきましたどうもありがとうございましたありがとうございました、はい